このオイルで汚れが落ちるんですね。はい、どうも、ミニショハンです。今日はエステ店に来ております。ここでですね、エステを受けられるということなんですけど、今日、やっていただける高野恵子さんで、はい、はい、よろしくお願いします。よいしょ。はい、お願いします。よいしょ。はい、はい、お願いします。はい、まず汚れをしっかり取ってから、はい、ビタミンを入れていきます。はいはい。これもやられて長いんですか？今2年です。あ、そうなんですか。もともとこういうお仕事やられてたんですか？はい、もう15年ぐらい。あ、そうなんですか。へえ。じゃあ結構自分で自分でやられると、はい、儲かります？前勤めてた時よりはいいです。ああ、なるほど。まず、はい、オイルを乗せて、はい、汚れを詰まった汚れを溶かし出して。なるほど。38歳でした。はいはいはい。綺麗な方ですね。あ、そうですか。はい、これを使ってゴシゴシしなくて、はい、しっかりかき出していきます。このオイルで汚れが落ちるんですね。はい、油は油が取りやすいので、ゴシゴシで溶かし出していく感じです。なるほど。白いのはプレテックマスクといって泥ですね。泥。次はこれで汚れを吸着していきます。なるほど。白いの全く見えてないですけど、ね、ですです。次は洗顔で落としていきます、はい、気持ちいいですね。これね、はい、めっちゃ気持ちいい。筆なんですけど。あ、これ筆なんですね。筆なんです。何をやられてるのかわからないっていう、はい、意外にでもこの筆が気持ちがいいんです。そうですね、はい。キリしますね。はい、ちょっと顔色が明るくなりました、はい、あ、そうですか。はい、指圧を使って、はい、あ、すっきりしてる、めっちゃすっきりしてる。これは何を塗ってるんですか？今ビタミン入りのマッサージクリームですね。ビタミンの注入された感じですね。今からさらに入れていきます。なるほど。どんどん香りが出てくる。あ、そうですか、はい、写真撮っとけばよかったですね。初めてですね、こうやっていろいろこう、はい、本格的にやってもらうのはすごい貴重な体験でございます。ありがとうございます。これも海藻なんですね。はい、海藻にこう乗せると何がいいんですか？海藻って、鎮静と保湿効果がかなり高くなります。それから電気流すと何が違うんですか？プラスマイナスの電気を与えてるんですけど、はい、さっきの反応と同じでプラスマイナスと跳ね返るので、その原理を利用して押し込んでいく感じです。ほう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 。これが気持ちよかったりします。はい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 。これに終了な感じなんですか？お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。
ったのかどうかが不明ですけど、まあ感じでございます。わかりません。でもさっぱりします。米に見るとなんか米に逆を出してもらえると嬉しいでございます。